ご覧になれますでしょうか。国会議事堂および総理官邸の防衛に展開した陸上自衛隊にボートの集団が襲いかかっています。疲労だ。銃を持ったら撃たれるぞ。数じゃこっちが上だ。肉弾戦でぶちのめせ。肉弾戦ってことなら俺様の出番だぜ。なんだてめえら。風間ファミリー課長。みっともね。とっとと片付けて帰るぜ。生意気な野郎だ。潰されて泣くなよ。面白い。お前の相手は俺様だ。うちも暴れるぜ。なんだ、カバカミカット参上。小ざかしいの、行くよ。クリスティアーネ・フリードリヒ・スミッソン。よし、私もやる。マイル。なんで楽させてもらおうと思ったのに俺も出番なきゃなんねえのか。血を抱くは歩きタバコ禁止だぜ。真由泉幸恵喧嘩。さあかかってこい。下がってろヤマト。立花さん、今度こそ決着をつけさせてもらいます。いいだろう。川上桃よ登場。はぁ、あ、わぁ川上流瞬間回復。もう一人はどこだ。あいつを止めなきゃ姉さんの動きが読まれちまう。私ならここだ。止められるものなら止めてみろ。なってきたぜ。僕の手を使うとすっか。ちょっと何よそれ。お手軽に強くなれるお薬だよ。ベルエッツエンドオブワールドだ。その程度かい。止まって見えるよ。己、勝負を愚弄するか。こいつ隙がねえぜ。いい陶器だお嬢ちゃん。さすが剣聖舞泉十一段の娘だけあら。大変腕の立つ方と伺っております。良き無事になれる方がなぜこんなことを。おめえに何がわかる。俺はこんだけ強えのに何にも思い通りにいかねえんだ。それといえどもおめえみてえな連中がいるからだよ。ガキだからって手加減しねえぜ。あーずれー。飛び道具がダメなら組手じゃ負けないよ。今だ。目がこれは奥の手。視界にダメージを受けたまま戦うのは無理。何してんだい立つ。さっさと本気を出すな。真由泉流十二段。行けよリンユ。桃先輩並みの気弾を。まだまだ。水の落とし、来ます。川上流、伊豆な落とし、伊豆の大神。二度同じ技は食わん。姉さん、人の心配をしている暇があるのか。うるせえ。俺は人のために戦ってんだ。くだらぬ。このくだらぬ国と共に滅びろ。立花さん、合流します。くだらなく、なんかねえ。父さんは日本を捨てることにした。
この国に未来はない。どうして未来がないの？ヤマト、国とは何かわかるか？愛する人が集まって家族、家族が集まっての町、それが集まって集まって集まって国、つまり愛する人の集まりが国だ。愛する人の集まりだが、今の国は父親を愛してると言えばファザコンになる、母親を愛してると言えばマザコンだと言われる、国を愛していると言えば白い目で見られる。ここは大切なものを大切だと言えない国だ。嫌いなものはとことん憎しみ、大きな声で嫌いだと罵るくせに、愛しているものは堂々と愛していると言えない国だ。そんな国に未来などない。どうさけ、ここも風通しが良くなったな。誰だおめえは。名乗るほどのものじゃねえ、通りすがりの非実在青少年だ。久しぶりだな、総理大臣さんよ。ここは国の舵を取るところだ。引退したロートルがのこのこやってくるところじゃねえ。そういうのは立派に舵を取ってからいいな。埋蔵金掘りで船底に穴開けてちゃ舵どころじゃねえだろう。埋蔵金ならあったさ。何？てっぺんを取るには上に登るより上を引きずり下ろした方が早いんだ。この国にはこの国を嫌ってる人間が山ほどいる。そいつに飴をちらつかせて一緒にてっぺんを叩けば不動票はこっちに流れてくる。そいつが本当の埋蔵金さ。てっぺん手に入れた礼にミスニー国の手引きをしてたってわけか。人聞き悪いな。ちょいと警戒の緩い時間と場所があったってだけよ。そしたらバカどもが上陸地点間違えやがって陸地に出動をかかっちまったじゃないか。上陸地点に陸地が待ち伏せていたんで裏切られたと思ったミスニー国部隊が攻撃してきたってか。まあ俺が少々悪さしたところでこの国にとっちゃ極めて微量だ。所詮国ってのは勝利者に贈られる持ち回りの優勝カップに過ぎねえんだ。それと同じこと言ってたやつを知ってるぜ。アドルフ・ヒトラーってんだ。うるせえクズが。やるじゃないですか。でもこれからですよ。何度やっても同じ。勝つのは私だ。本当に勝つつもりか。あなたの真意は何だ。言ったはずだ。この国の破壊、民衆、そして総理大臣の抹殺だ。それは嘘だな。表で燃えている戦車、あの砲塔は弾薬室の天井を弱く作ってある。被弾した際に爆発が上に抜け乗員を守るためだ。あなたはあえてそこを攻撃した。弾倉は爆発を起こしたが乗員は全員無事だった。戦車の上面装甲が薄いのは常識。そこを狙ったまでだ。横浜港と新宿の破壊でも奇跡的に死者はいなかった。なぜだ。そんなことまで知らない。それはあなたの目的が破壊でも抹殺でもないからだ。あなたの目的は悪者を演じることだ。国を揺るがす悪者になり、全ての民の敵になることだ。今の日本には敵の姿が見えない。それゆえ兵たちは国のために働こうとも民から冷たい目で見られてきた。しかし自らを脅かす敵が現れれば。私はこの国に復讐を誓った。ただそれだけだ。私も物の札、たとえ民に顧みられなくとも国に忠義を尽くし国のために命を捨てる覚悟もあった。だがそれが国ではなく一人の男の野心のためだとしたら。立花殿、私が死ぬだけならまだしも、くだらぬ男の野心のために部下を危険にさらすことがどんなに辛いかわかるか。死ねと命令することがどんなに辛いかわかるか。私も部下もこの国を愛し身を捧げてきた。だからわずかでもいい、この国も私たちを愛してほしかった。だがそんな思いは全て幻想だ。立花殿、うわっ。おめえいいケツしてんな。後で可愛がってやるぜ。何？俺の初めて男なんかに奪われてダメるか。上等じゃねえか。優しくなんかしねえぜ。おら、よ、こんなところに女がいるぜ。可愛いじゃねえか。相手してやろうぜ。おい待てよ。愚かな。
三次元などに浴場するから騙されるのだ。言ったろ、俺様の作戦勝ちだぜ。でもどうして僕で男が釣れるんだろう。自覚ないのかよ。さあ数が多すぎるぜ。負けもんかよ。ヤマトは、ヤマトはどうした。ここは大切なものを大切だと言えない国だ。そんな国に未来などない。僕は父さんのこと好きだよ。ありがとう。私もヤマトのことを愛している。それは胸を張って言える。父さん、ヤマトは父さんがいなくてもここが好きか。え、ここで暮らしたいか。あ、そうか。この国を作るのはお前たち若者だ。もし好きなものを胸を張って好きって言える国になったら、父さんは帰ってくるの？ヤマト、僕大きくなったら総理大臣になる。それで好きなものを好きって言える国にする。その時は必ず帰ってくるとしよう、ヤマト。思い出した、大切なこと。まだまだエネルギー切れ。お前、マロの、どうして？クキ秀夫、出陣である。クキ、まっこと不愉快極まりない。貴様ら風間ファミリーはいつも王たる我を差し置いて活躍しようとする。その通りです、秀夫様。閉めちゃいますか。たわけ。より良き世を作る上で大切なのは誰がやるかではない、何をやるかだ。直江大和、この久喜秀夫、全力をもって支援しよう。さすがです秀夫様。名誉を捨てて民に尽くすとは王の中の王。この厚み感動しました。我よりプレゼントだ、受け取れ。やまたー、久喜治ったのか。完璧だよ。しかもパワーアップまでしてもらったんだ。久喜の技術は世界一、悪になど屈するわ。厚み、従者部隊展開せよ。はい秀夫様。私も賛成します。まったく、若まで来なくてもいいのに。護衛するだけ手間がかかるんだから。いいじゃありませんか、やっつけるのは同じことなんですから。そうだよ、頑張れ。僕もトーマの護衛手伝う。手間かけさせんじゃねえぜ、まったくよ。まったく、下船の衆はすぐ図に乗るで立ちが悪いの。不死か、お前も助けに。か、勘違いするでない。また借りを返しに来ただけじゃん。サンキュー、シカワ。え、え、ここは頼む、礼は後でする。しもじものやからよ、フシカワ流柔術の華麗な舞を目にできること光栄に思うがよい。久々に楽しませてもらったぜ。そろそろとどめといこうかね。お前、まだ負けない。みんな、ヤマト、俺はこれから大切な人のために戦う。ワンコ、はい。クリス、はい。ミヤコ、はい。マユッチ、はい。俺は大切な人を守りたい。だから、だから絶対に死なないでくれ。それは違うぞヤマト。そうよ、ヤマトがそういう覚悟ならいっそ私に死んでこいって命令して。敵は味方を犠牲にすることも厭わない人たちです。そんな奴らと戦う以上、命を捨てても勝てと命令してくれないと勝てない。それじゃあ奴らと同じじゃないか。甘いな姉さん。私は戦うとき常に死を覚悟している。それは武人として当たり前。お前はその武人と一緒に戦うんだぞ。お前も命令の一言で私を殺す覚悟をしろ。姉さん、そうか、分かったよ。みんな俺のために死んでくれ。いや、お前のために生きて勝つ。みんなそう言うと思ったよ。戦果を待っていろヤマト、瞬間回復。ヤマトのためなら元気100倍。いつまでもやられてないわよ。この一撃に全てをかける。ヤマトの思いに応えるために参ります。弾筋の読める矢は無駄だ。奥の手は一つじゃない。50m 右、30m 上、41手降りて、21手左。死にな竜王儀、迷いまと。
一途だけじゃダメなのは恋と同じ、惑わせる駆け引きも大事。まだまだ。そらくたばんな。遅ればせながら松永つばめ到着。松永さん、我らも助っ人しよう。なんで、いいところだったのに。潮時だ、引くぞ。今日は面白かったぜ、嬢ちゃんたち。て、逃げんのかよ。今うちの活躍が前でないの。しかし国を追って国のてっぺんに座れたあんたも相当の悪だが。おしゃべりはそこまでだ。口を封じるつもりならもう遅いぜ。なんだこれは。あんたが密入国を支持する会話を盗聴したやつがネットに流したらしくてな、この騒動の発端じゃねえかと世間は大騒ぎだ。それに今の会話が絶賛生放送中よ。素人が、引き金は霜が降りるように引きな。どうした、逃げるだけでは勝てぬぞ。戦うことが喜びではなかったのか。瞬間回復。気が底をつけば終わりだ。それはあなたも同じこと。ふざけ。たまに込める気が下がってきたようですね、立花さん。防御力も落ちた。あそこだ。ここは僕に任せて。どうするんだ。新しい機能があるんだ。ある時はお使い形態のクッキー1、ある時は戦闘形態のクッキー2、ある時は頭脳形態のクッキー3、そして今回追加されたのが汎用高機動決戦兵クッキー5だ。クッキー4は待ってましたと目に涙乗りたまえ大和。行くぞクッキー。邪魔をするな。使えないのなら切り捨てるしかない。回避計算が間に合わない。俺がやる。好きにしたまえ。光灯る街に背を向け、我が歩むは果てなき荒野。奇跡もなく、しるべもなく、ただ夜が広がるのに、揺るぎない意志を糧として闇の旅を進んでいく。正面無理だ。サンキュー都。ユーロー邁進。川上流イズナ落とし。何度やっても無駄だ。つな返し。甘い。私も二度と同じ手は食わない。川上ドライバー。これまでか。ああ、私も。姉さん！立花さん！よかった。これくらいなら。いや、もうお別れだ。こんなの瞬間回復で。もう気が残ってないんだ。姉さん！すまなかった、ヤマト。本当はお前の告白。答えたかったんだ。姉さん、この指は本当に嬉しかった。姉さん、ヤマト、私はお前のことが好き。姉さん、姉さん。ありがとう、姉さん。俺、姉さんの気持ち、受け取ったよ。ヤマト、お前のキスで気が回復したぞ。王子様のキスで目覚めた私こそが真の勝者だ。そんなのあり？
絶対タヌキネイリだったろ。自分は認めないぞ。そうよ、本番するまでは認めない。ヤマトは大事な人のために戦うと言ったな。なんだ一体。それお姉様のことなの？違うよね、ヤマト。ヤマトさん、それは…それは…ヤドンとカリンのことだ。はぁ、ヤマトが勝ってるヤドカリのことだね。みんなすまない、今まで隠していたが、俺はヤドカリが好きで好きでたまらないんだ。隠してねえじゃん。辛い時も悲しい時も、俺が振られて泣いていた時も、いつもヤドカリが癒してくれた。俺は今、好きなものを好きと声を大にして言う。俺はヤドカリが好きだ。つまりお前は私ではなく、ヤドカリを好きと言いたくて戦っていたのか。私のこと呼んでくれたのに。自分は信じていたぞ。私より節足動物の方がいいの？私、ヤドカリに負けたのですか？マジかよ、ヤマト。マユッチ、今の逆じゃね？すまない、俺はもうヤドカリしか愛せないんだ。俺は心からヤドカリに恋してる。なんだよ、みんな言いたいことがあるのか？マジで私に恋しなさい！大きな夢恋せよ、からとこみで青春慎んで受けましょう。清らかだけなわけない、先生との正面切って本流、三本芝で押しとこ横取り、全体やられるけのスリルでマジだけが起きて、半端なやつは怪我するだけさ、ときめきに惑わされる。では二人の身柄、責任を持ってお預かりします。よろしいのですか？何、花から死んだことにされたもの、死人のしたことに罪の問いようもなかろう。それより茎が研究しておるのはこの者らだけではないと聞いたが。それはクローン人間ですか？俺だ。動かせる金全部霊の口座に移せ。塔の金もだ、急げ。おっと、来た来た。それってゴルゴ銀行の口座？眼帯の姉ちゃんがハッキングで入手した総理大臣の隠し口座と暗証番号だ。つまりこれが今回のギャラってこと？この瞬間を待ってたってわけだ。全部いただきっと。おめえら今夜すき焼きだぜ。気に入らねえ。そんだけ儲けてなんでただのすき焼きなんだよ。もっといいもん食わせろよ。うっせ、俺が好きなんだよ。ああ